フルゲン中学校3年の遠山優香です。よろしくお願いします。お願いします。今回ユンタンザミュージアムにはどういった展示会をやってますか？このユンタンザミュージアムの部屋を借りて今まで自分が描いてきた作品を飾っています。この展示会、作品たくさんあるんですけど、大体どのぐらいの作品を展示してますか？32点です、はい。こちらのこ の, あの絵を描いてると思うんですけど、学校では部活ではどういった部活描いてますか？学校ではもう引退したんですけど、元バレー部でした。バレー部 で,、はい、でこの絵画やイラストを描くのはいつ頃から興味があったんですか？イラスト、絵画やイラストは、まあ、小さい頃から描いてました。この作品は小さい頃から描いたやつが並んでる感じなんですか？あ、作品自体は中学校入ってから描いたものです。はい、ありがとうございます、はい。なんか作品を作るときになんか意識してることとか、なんかルーティーンとかありますか？意識してること、だいたい鉛筆から描き始めて、その後ペンでなぞって色つけるんですけど、色使いを気をつけてます。じゃあちょっと今回展示している作品でお気に入りのこの作品、少しテーマとか教えてもらってもいいですか？一つでいいとね。お気に入りは今後ろにあるリスタートっていう作品で、なんかコンクールに出すために描いた作品なんですけど、なんだろうな、この影とか光のコントラストを注意して描きました。この作品、コンクールに出したんでしょうか？あ、はい、出しました。結果はどういった？出して、はい、タイムスで最優秀賞を取りました。ありがとうございます。今まで自分が頑張って描いてきた作品なので、ぜひ見てくれると嬉しいです。今日は、取材をお受けいただきありがとうございました、はい、ありがとうございました。